明日明後日の2日間宇土地蔵祭りが開催されます宇土市にやってきています。さて中継の後半なんですけども、はい、伝統的な風習をご紹介したいと思いますけども、ええ、井上さんが特に紹介したものの一つなんですよね。そうなんです、うん、今回地元の本町4丁目の子どもたちに協力してもらいます。はい、あのすいません、もう始まってますよ。おがち、あ、すいません、集合、すいません、キョケレイ、おはようございます。なんだ、おはようございます。ちょっと待ってください。あれ、あれ、この方は、はい、宇土といえば、はい、宇土雪流し、あらららあらららおう、はい、ありがとうございました。本邦初公開ですね、これ。そうなんですよ、すごいでしょ。うわ、すごい、うん、はい、これ雪長ちゃんのために作られたダンスなんですよ。披露されるということなんです。明日全部見られるんですね。そうなんです、ね、夜の7時からですね、19時からダンスを見ることができるので、はい、ぜひ皆さん見に来てください。楽しみです ね、 ね、 ね、こちらも楽しみですよね。さて、ちょっと話元に戻していいですか。はいはいはい、はい、はい、地蔵祭りの伝統的な風習があるんですけども、ちょっと移動しましょうかね。子どもたちが行う風習なんですけども、こちらご覧ください。はいはい、お祭りらしいですよね、うん、さあ、とにもかくにもまずやっていただきましょう。 そうですね、それではお願いいたします。ちなみに今なんて言ったんですか。ナムジの大仏さん、あげてくださいお賽銭。これあの意味わかります。これあのお賽銭をあげてくださいという意味ですよね。そうですけども、そうなんですけども、ちょっと意味の方を聞いてみたいと思いますけども、はい、井上さん、これはどういった意味があるんですか。はい、意味はですね、うん、ありがたいお地蔵様にどうぞお賽銭をあげてくださいという意味になります。ほぼ一緒でしたよね、私のとね。これあの地蔵祭りならではですよね。はい、はい、ちなみにあのみんなは何歳ぐらいなんですか。12歳で、小学校6年生です。1年生から6年生まで参加することができるんですよね。町内の子供たちが。そうなんです、町内ごとにこうやってねやるそうなんですけどもね。今何年生ですか。2年生です。祭り楽しみですか。はい、頑張ってください。井上さん、これはどんな風習なんですか。風習、はい、これはですね、その各町内、会場のいろんなところにお地蔵様が祀られており、はい、その当日になると子どもたちにより開帳されて、子どもたちはその浴衣姿で鐘を叩きながらお賽銭を求める歌を歌います。じゃあ各ところに子どもたちがいるということですね、はい、あの当日歩行者天国になって、うん、はい、夕方以降にこのような光景が見ることができるわけですね、はいはい、歩行者天国の後から行われます。ね、これもご利益ありそうですよ ね、 ね、これね、はい、うん、いよいよ明日明後日行われますけども、はい、あの内容を簡単に説明いただけますか。はい、はい、祭りは23日金曜日、24日の土曜日、2日間で行われます。はい、23日の午後8時半より約およそ3000発の花火が上がります。そうですね、24日は午後6時半よりちびっこ太鼓が行われ、8時からは民謡パレードが行われます。はい、ということでね、いろんな催し物が行われますよ。いよいよ明日、明後日となっています。ではここで場所の方を説明したいと思います。熊本市内から車でおよそ40分ですね。
ここがあの松原交差点になります、はい、さらに14号線を松橋方面の方に向かってください。宇都シティモールを過ぎましたらこの角ですね、ここを右の方に曲がってしばらく進んでいただきますとお祭り会場の一つの本町通りに到着いたします。これでも太田さん、あの車で行くのは厳しいですよね、はいはい、そうですね、あの本町通りあたりも駐車場限られてますんで、うん、まあ、近隣の駐車場に止めてお出かけになってくださいね、はい、はい、ご了承お願いします。さてお問い合わせなんですけど2つあります。今日のお問い合わせ先がこちらですね、宇都市商工観光課0964-22-1111番ですね、0964-22-1111番で、お祭り当日のお問い合わせ先がこちらです。お祭り本部ですね、0964-23-3701 0964-23-3701番となっています。はい、じゃあお待ちいきましょうか。はい、それでは毎週木曜恒例のあっち向いてくまモンに行きたいと思います。くまモン、そして雪流しゃん、そしてね小学生のみんな、よろしくお願いします。お願いします。皆さんもお願いします。さあ、それではくまモンが右か左かどちらかを向きます。どっちを向くかよく考えて向く方向を当ててください。さあ、それではいきますよ、せーの、今日のくまモンどっち向くの。こっち向いてくまモン、こっち向いてくまモン、くまモンどっち向く、あっち向いてほい。さあ、くまモン、はい、一緒ね、仲良し、雪流しゃんに向き合っちゃった。左を向きましたので、左を選んだ方おめでとうございます。おめでとうございます。では井上さん、最後に一言ご挨拶お願いします。はい、皆さん夏の思い出にぜひ地蔵祭りへお越しください。はい、お祭りは明日明後日です。せーの、はい、待ってね。ありがとうございました。皆さん、雪流しゃんも踊り頑張ってね。